毛利元影は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将。長州藩一門画廊である、阿川元氏への二代目当主。父は毛利、元氏。性質は、小早川秀法の娘。子は、毛利成方、修帝、春時期、赤木幸武、小玉元、進室。天正三年、二歩元胸の長男として生まれる。天正十五年、 父の元氏が、重沢の名字を名乗ったため、重沢元影と名乗る。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、毛利秀元の陣に加わり、あの津城の戦いや、関ヶ原戦い本戦に参加した。関ヶ原の戦いでの西軍の敗北によって、毛利氏が長戸国と巣王国に各国に減報されると、元影も巣王国へと移る。慶長18年に、 毛利の名字を名乗ることを許され、後に毛利元影と名乗った。しかし、慶長20年4月14日の毛利元成の遺訓に従いもうとし、別心を抱かない胸を誓った、連書記将軍では、重沢島守元影と署名している。慶長19年の大阪冬の陣の際には毛利秀成に従って出陣した。大阪冬の陣では、 徳川家康からもう年家に、摂津江口に包みを築くよう命が下り、その不信の監督にあたり、慶長20年の大阪夏の陣でも参陣した。寛永2年、父の隠居により、家督を相続する。同年、久賀郡杉の森から、豊浦郡阿川に地行がえとなる。以後、代々、阿川領主、長州藩一門家老を務めた。現那5年に、 秋国広島藩の福島正則が現天保されると幕府から広島城の受け取りを命じられた秀成は諏国岩国まで出陣し吉川博政が先人元影が愛備えとなって共に岩国へ赴いた。寛永8年9月28日駿河国江尻において死去去年年57家督は嫡男の成り方が相続した母書は 山口県長門市深川の大名寺、ありがとうございます。